こんにちは、立花だよ。紬だよ。今日のお題はこれ。一番確率が高いものを答えればいいんだよね。そういうことだよ。そうしたら答えは C だと思うよ。このサイコロだと3が出る確率が一番高いんだから、大小とも3が出て、3たす3で6だけ移動するでしょう。そうしたら C に止まるし、加えて大小ともに1が出た時も我が2になって C に止まるよね。そう考えると C に止まる確率が一番高いと思うよ。つむぎちゃん、残念だけどブッブー、外れだよ。はい、C じゃないの？うん、正解は B だよ。どうしてそうなるのかな。じゃあ C に止まる確率を計算で正確に出してみよっか。お願いします。さっきつむぎちゃんが言ってくれたように、 C に止まるのはサイコロの目の合計が2の時と6の時だよ。合計が2になるパターンは大小がともに1の時だから、確率は6分の1かける6分の1で36分の1だよ。そして合計が6になるパターンは大小がともに3の時だから、確率は2分の1かける2分の1で4分の1だよ。これらを合計すると18分の5になるよ。C に止まる確率は18分の5なんだね。一方で B に止まる場合だけど、サイコロの目の合計が5になる時だけだよ。目のパターンは大小がそれぞれに3の時と3、2の時だよ。確率を計算すると3分の1かける2分の1で6分の1と2分の1かける3分の1で6分の1だから、合計すると3分の1だよ。分母を揃えると18分の6だから、ほんとだ、 B に止まる方が確率が高くなるね。そういうことだよ。えい、 B に止まる確率も同様に計算して比べるとやっぱり B が一番確率が高くなるんだよ。そうなんだ。直感と少し違うのが面白いね。うん、そうだね。何でも自分の手で計算してみることが大切だね。じゃあさ、立花ちゃんは普段呼吸するときにいちいち呼吸のメカニズムについて計算しているわけ？え、そんなことするわけないよ。でしょう。いちいち計算なんてしてたら生きていけないでしょ。言ってること矛盾してるじゃん。うんうん、ごめんなさい。反省してよね。